カテゴリー、日本の技術者カテゴリー、日本の情報技術者カテゴリー、日本の通信技術者小松高賞小松高賞は日本のコンピュータネットワークエンジニア東京都出身カリフォルニア大学バークレー校卒業インターネット例明期よりインターネットの技術等に関わり多くの製品を日本へ紹介している専門はコンピュータネットワーク大規模ネットワーク インターネットで用いられる通信プロトコルなどの技術使用書はリクエスト・フォー・コメンツと呼ばれ、1969年4月7日、当時 UCLA に在学していたスティーブ・クロッカーによるリクエスト・フォー・コメンツ1より始まる。インターネットエンジニアリング・タスク・フォースにより、技術使用書き RFC は文書化、保存され、公開されることにより広くインターネットを通じて参照することができ、 誰でも閲覧することができる。近年は、日本の技術者のインターネット技術貢献による RFC も多数存在する。1991年、米国産のゼにて、開催さされた第2回インタラップにて、米国スタンフォード大学の研究機関 SRI、インターナショナルより発行された RFC を集めた CD ロムとプリントアウトの発売に伴って、日本における、 インターネットプロトコルの技術使用者の普及と技術者の育成を願い SRI のフランククオ教授、東京大学大型計算機センター、石田春久教授、慶応大学、村井淳教授の協力のもとに RFC 日本語会委員会を発足し、事務局長を務める。1992年3月 RFC822、スタンダード4。 ザホーマットオブ A.R.P.A. インターネットテキストメッセージズの著者デビッドイーチクロッカーと S.R.I. インターナショナルフランククオ教授が来日、東京箱崎のロイヤルパークホテルにて R.F.C. 日本語化セミナーが行われた。やち、日本インターネット協議会ビジネス部会初代部会長を務め、インターネットのビジネス利用普及に努めた。 マイクロソフトウィンドウズ95発売に発したマイクロソフト Windows 用 TCPIP インターフェース API の WINSAC を使用したアプリケーションの互換性を検証する場としてアメリカで開催されていた w i n サコスソン、村、w i n s カソンを日本においても必要と判断し慶応大学教授中村治虫、吉村真の協力によりインタラップ東京会場において1995 1996、1997年を行い日本ウィンソック、協議会事務局長を務める。1997年、前年1996年に IIJ を退社した吉村真が電力系通信事業者9社との共同出資で設立した大手、インターネットエクスチェンジ業者のメディアエクスチェンジの設立参加。技術部長、営業技術支援部部長、 取締役、取締役歴任し2004年6月退任。2004年ジャスダック上場会社プラネックスに入社 L、2スイッチ L3 スイッチの開発を一品不主音の石黒と共に進める。技術部長、取締役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 ,取締役を務め2007年9月退任。NPO 法人チャイルドラインファンドマネージャーに就任。ありがとうございます。